皆さんこんにちは。最近チャンネル名を変えてみました、浅井です。さあ皆さん、2021年どうでした？まあ、今年もコロナ、引き続きコロナの年でしたけど、うちはですね、12月にこの年末に地方に2軒支店をオープンさせましてね、ここメキシコシティ、この後ろの店が、いよいよ本店みたいに呼ぶことになってきました。忙しかったですね、自分自身は。そして、今年最後、毎年ですね、うちおせち料理をやっております。これでもう5回目かな。今日は12月の29日、ここメキシコはですね、正月1日、1月1日はもちろん休みです。でも誰も働きませんので、もちろんうちの従業員働かすのもちょっとかわいそうなので、おせちはですね、12月の31日大晦日の日にお客さんに毎年渡しております。ということで今日29日いよいよですね、うちも今年最後の大仕事、おせちの準備にかかっております。はい、こちら黒豆を炊いております。黒豆一晩漬けて、わあ白いじゃん、なんでやねん。はい、こちらはですね、トコブシが到着しまして、今一生懸命掃除中ですね。こいつも炊きまして、まるっと一つ入れます。はい、こちらロブスターですね。ロブスターの仕込みになります。ちょっとね、サイズがちょっとでかすぎた。でももう買っちゃったからもうしょうがない。こいつを今まあ開いて一組に半分つけようと思ってます。途中経過、はい、こちら牛肉の肉巻きですね。肉巻き巻いております。これを20本30本ぐらいかな作りますと。伊達巻き用の卵の尻ですね。これは伊達巻き行ってこい。うまく焼き上がりますように。だいたいね、8時間か9時間ぐらい2日間に分けて炊き続けております。黒く仕上がってきた。 OKOK。 こちら昆布巻きですね。普通はニシンだけど、ニシンがありません、当然ございませんので、サーモンで代用しております。で、普通かんぴょうでこう巻いてあるでしょ。かんぴょうもないので、もう巻くだけです。仕方がありません。カマロン、エビちゃんたち。
こちらブリの照り焼きでございます。やばい、筑前煮、これも大量ですよ、大量。おはようございます。今日はいよいよ大晦日、31日朝の5時半でございます。いや眠て、しかしね、おせちも慣れてきましたね。なんかもう5回目やってると、去年のねこの日も大晦日の日も同じ時間に、この朝の時間にこの辺で同じビデオを撮ってました。1年過ぎるの早いですね。なんか年々1年過ぎるのが早くなってく気がする。はい、到着、6時集合、みんな来てますね。よろしい、よろしい。一生懸命仕込みしてきたやつですね。はい、これとこぶしね、サバタ作り、こんにゃく、タズナこんにゃく、タコ柔らかに、伊勢海老と言いたいとこだけど、ロブスターね、筑前煮、たたきごぼう、はい、まだ現在空っぽね、空っぽ。これ全部今から埋めるから、いやー大変だこれ。よっしゃ、だいたいね盛り付ける準備整ってきたんでね、まずは自分が一つサンプルを盛り付けます。これね、これを全部この2つの箱に入れます。これがね、本当はもっとこのしょぼいね弁当箱になっちゃった、もうお客さんに申し訳ない。はい、準備できました。今から全部これ盛り付け開始です。みんなでスタート。はい、着々と進んでおります、進んでおります。いやでもね、もう5年やってるからね、毎年だいぶ慣れてきた、慣れてきた。うん、まあ多少メンバーも変わってるんだけど、オープンからずっと一緒の子もいるしね、もうだいたいもう何を最初にやって何を準備してって全部もう手順も分かってるしね。うん、いい感じ。まだ8時ぐらいだから、お客さんね12時に来るから取りに、うん、全然余裕、こんなビデオ撮ってる余裕があるもん今年。素晴らしい、素晴らしい。途中経過、途中経過、いい感じ、いい感じ。お母さん頑張って。1時間前に全てできました。バイバイ、フェリスアニョー、明けましておめでとう。はい、トダビアのまだだけどね、まだだけど、はい、はい、今ですね全員分のお客さんのおせちを受け渡して、全てこれで今年のおせち完了です。無事終わりました。いつもね、うちの従業員たちは先に返すんですよ。もう
詰め込んでパックして全て終わったらもう先に帰っていいよって、もう休んでって言ってね、いつもそれで自分一人でお客さんの受け渡しアテンド一人自分一人でするんですけどね、ちょっとこれ大変だな、やっぱり一人だと。来年からちょっとやっぱりそれも手伝ってもらおうと思って。いやでもね、この動画を上げるのは2022年になるはずなんだけど、こうして今年も終わりました、そして2022年、さあどうなることでしょう。自分もね、まだまだなんか忙しい年になりそうな予感がしております。皆さんはどうでしょうね。良い年にしましょうね。するんですよ、良い年にすればいいんですよ。はい、てなことで、たまたまこの動画にたどり着いて、たまたま見ているそこのあなた、はい、あなた、もしチャンネル登録していなければチャンネル登録よろしくお願いします。はい、では最後までありがとうございました。また次回まで。